皆さんこんにちはジジことアニマル克実でございます。ははあ、さあ、えー、今回はですね、シリーズ初物、業界初シリーズですね、メーカーごとの、えー、史上初を、えー、つらつらとはい、お待たせしました、ユニーバーサル系マシーン。 防弾、まあ、なんで全部なぞれませんよ、物理的に。えっと、1号機から4号機の初中期、具体的に言うと、そうですね、えー、99年頃あの液晶ディスプレイがつく前あたりまで、ね、つらつらっと、また例によってあの数多いんで、あの駆け足になるのはご了承ください。じゃあ早速いきましょう、1号機、アメリカのダブル X1 号機ですね。はい、このの史上初、えーとね、筐体の 上部パネルからのメダル補給、これね、クランキーコンドルあたりまで使われてましたけどね、あのー、ここにはないね <laughs>、はい、差し込みで、はいこれ、えー、クランキーコンドルの筐体なんですけどね、あのー、上部、上部パネル、これね、カチャってサービスドアっていうふうに鍵を開けると、パカって開いてね、ねそっからね、メダルをザザザザって入れられるんですね。はい これね、イエスロの方、これ家でやっちゃダメですよ。はい、ご近所さん、のトラブルになると思うんで。はい、これ、本当に非常によく、いいアイデアだと思います。はい、ただ、やっぱりね、もう90年代半ばになってくると、あのメダル自動補給があの普及しまして、それに伴い、96年の,あの筐体リニューアルで廃止となっちゃいました。はい 続きまして、えー、ボーナス成立後の強制吸い込み、はい、これア、あのーね、アメリカの WX、そして、後継機1.5号機のね、アメリカナミントに共通している、すごいあの <laughs> 変な特徴、内部でボーナスフラグが成立すると、えっ、ー、とね、50枚強制的に吸い込むんですね、えー、そして五十枚、えーと、フラグ立った時点から50枚定までへこむと、そこから子役の高確率状態というか、子役がバンバン揃うんですよ。 で結果、吸い込んだ分の50枚戻すと、戻した時点で、やっとボーナスを揃えられる状態になると、なんでこんなことしたのかなっていうね長年謎だったんですけど、どうやらね、当時、1回交換がまだ主流だったんで、1号機ですか360枚ぐらいですか、普通に打てば、プラス50枚で410枚、400枚ちょっと、ちょっとお得に流せると。 まあ流す枚数が増えるだけでトータルで見るとねあの自分で50枚突っ込んで50枚抜いてそれ上乗せしてるだけなんであの損得感じはゼロでございましたただねこういう仕組みがあったからこそねちょっとフラグ成立がね分かりづらいだからフラグ成立を気づかずにやめていく人が多々いたんですねはいそれをね狙うハイエナができたんです1号機の時ねこれダブルスの時なぜかというとあの遅れ トロピカ 7X と一緒で遅れがねあのフラグ成立サインになったんで目ざとい方々隣の台を遅れて遅れに気づかずやめた人の台を取ると、はい、そういうことが流行ってたそうです、はい、ミントではねちょっとあの遅れなくなっちゃったっていうか毎回遅れるようになったんでねそういうのなくなりました、はい、そしてさらにユニバーサル系1号機での画期的足になかったのはスタートーン なんとそれまで思い起こせばね、1号機、僕もちょいちょい打ってましたけど、スタート音になる機会ってなかった、そういえば他のメーカーで、山サさんもそうだし、パル工業、ニューペガサスとかもねなかったです、スタートンえっとね、ユニバーサルさんだけね,ね、ゥヒョッとか言っと書いて音がするんですよ、軽やかな音がね、そっか、他なかったね、1号機、ユニバーサル系1号機でスタートンが始まりましたというお話でございます。 はい、じゃあ2号機続いて2号機いきましょう、えー、アメリカのナ X2 ファイアバード、e、EX、まあ、どちらもオーソドックスな A タイプなんですけどねまず、えー、ユニバー系2号機でまずねあのー、業界初これはね画期的でしたリールバックライトパに専じてリールバックライトを搭載しましたユニバーサルはいこれね4号機の半ばぐらいまで、あのー、ユニバーサルさんがね 多分1000倍特許だったと思うんですよ。タメーカーさんがバックライト採用し始めたのに多分2000年ぐらいになってからかな。はいはい。まああのユニバーサルさんが独占してたあの特許をね特許として。はい。そしてさらに言うと FM 音源でございます。はい。あのユニバーサルさんこれ他の動画でも言ったと思うんですけどもともとあの 海外からのジュークボックスの輸入、えー、そして販売、リース、メンテナンス等を始める会社として始まって、まあ、あの社長さん、えー、元会長さんの岡田さんもね、ね音に対する、えー、こだわりが半端なくて、ですね、まあ、その社風は今も受け継がれているんですが、まあ、とにかくもう2号機になってから、早くもう FM 音源、もうずぶとい低音のキいター、そしてレンジの広い、ね、音を採用しておりました。はい、これは本当 当時僕、駆け出しだったんですけど抜きんでってユニバーサルの台は音がいいとはいすごくあの印象に残ってましたね。で、さらにえーこれはね、ゲーム進行上のあれなんですけど特徴、史上初というかね、ボーナス中のえウェイトフルカットでございます。ボーナスをサクサククと消化できると ボーナス中はウエイトがかからない、まあ、ウエイト2はあの2号機から、ね、あの採用された機能なんですけども、はい、それをボーナス中はカットしたそうただしその調子に合わせでなんとこの2機種ビッグ終了後90秒間も待たされるんですよリセットするまでにだからねこの待機音が鳴るんですよエンディング音みたいなその間ねせっかちでね店員さん呼ぶですよ当時はね店員さん呼んでリセットかけてもらうまだ音鳴っててあのゲームオーバーってなってね 店員さんを呼ぶと、やってきた店員さんにもれなく、まだやろ、おいとか言って怒られると、はい、僕は怒られなかったけど、当時高校生だった、えー、っとニューガルダ石川君、はい、ガルゾウ君はあの、ドル箱で頭はたかない、ね、まだや、言うちょろがとか言ってね、はい、怖い時代でした、今なら訴訟もんですよね、はい、そんなことはさておき、続きまして2、2の2号機、センチュリー21。はい この他にね、リバティベル3、リバティベル4シリーズ3機種あるんですけどね。これはなんといってもあれでしょ史上初。 リール幅目い,っぱいのワイドな7絵柄でございます今ではもうね当たり前なんですけどねあの7絵柄とかあのシンボル絵柄がねもう,もうこれでもかこれでもがも,もう7に見えないよこれなんだこの図形はみたいなぐらいの感じにねあのワイドになっておりますが、えー、その思想は、えー、ユニバーサル系2号機センチュリー21、えー、そしてリバーティベル 3&4 でございます、えー、そして <laughs> さらに言うと絵柄ですね史上初人間 キャラピエロでございます今やピエロといえばねあの北電車のジャグラーさんの,あのキャラクターになっておりますけども、えー、それよりも先じて、えー、ユニバーサル。 はい絵柄に採用しております、えー、さらに、えー、もう1つ、史上初、これ、役構成ですね、右リールのみ異なる絵柄でボーナス、レギュラーボーナス、77ピエロでボーナスと、まあ、右リール7とピエロがこう固まって配置されてるんですね、で,でっかい7が77ってこうテンパるでしょ、テンパって、右リールを押すまでどっちかわからない、ドキドキハラハラと、まあそんな、えーね、ちょっとした。 スリルの演出ということでございます。これ、史上初でございます。さらに言うと、そのでっかい7ナが転廃すると、これも史上初。ボーナステンパイオブガブルってなる。ブカッテケ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 かな。はい。当時はブッタカオンとか呼ばれてましたね。で、そのテンパイオの鳴らしっぱなしでね、あのメダルを詰める若い人とかいて、はい。そしたら、モレナコ隣のパンチの効いたおじさんからやがましいや、ボケってね、怒られると。 はいね、やっちゃいけませんぶったか小僧と言われてました、当時は。はい、さらにこれは内部的な、えー、史上初というかもう唯一無二ですね独自の乱数生成方式による確率アップそして、天井でございます、えー、2号機からですね、あのー、天井方式とか周期抽選、えー、吸い込み方式、えー、もろもろ全部禁止になって、えー、規定上ですね。 あのランダム確率抽選が義務付けられたんですけどもランダム抽選なんですけどもなんとなんとその結果を出すまでに、えー、まずレバーをたたいた時に取得した乱数そしてさらにそれを何かをした時の乱数と組み合わせてさらにその乱数1と2を組み合わせた乱数3乱数3を乱数1とかけてなんちゃらってなんだかの結果7つの乱数を生成してでそれが えーとね、一定のゲーム数を超えると歯車があって、えー、ボーナス確率アップそしてさらに1024ゲームになるとピタッとなって100%ビッグ成立するというす、ね、さまじいもう技術力というかもう数字のもうなん天才的な、はい、僕も辛口数字のあめなんでもうパズルとかものすごい苦手なんで数字のパズルを。 でできたた人がいいとすすごいですよさん、ね、2号機の時代でこんなことやってるメーカーさんですよ、ねえ、そんなサブ基板の、あまそんな話ははやるでしょう <laughs>、はいもうとにかく画期的なマシンでございました、センシュニン21。さあ、そして、まああの同じくシリーズの、ね、リバティベル4なんですけど、これ、史上初、カラフルな7。 これまあ、虹がついただけなんですよこれでも当時はおやーみたいな感じでしたねこれ後々のあの4号機のねああのー、あれですよレインボークエスト、はい、に、えー、継承されております、はい、こちらも同じく独自の乱数生成方式 はいまあ、あのリバティベル3もです独自の乱数生成方式でございます、はい、センチュリーとは違ったんですけど、天井とかはないんですけどね、あのー、特定のゲーム数でしか当たらないとか、えー、5ゲーム大きいに連チャンして、えー、最後はフルーツがつくとか、まあ、いろいろございました、このユニバーサル圏2の 2, 2号機、凄まじい技術力でございました。はい じゃあ進めますよ。3号機とか出ます。もうこれ3号機で息切れそうだな。本当はい。3号機、えー、アメリカのマグナムはい。史上初ピストル型の7まあ、マグナムっていうね。機種名にあのちなんでね。このご覧の通りはい。これ当時ね。すごいセンセーションでした。 だってユニバーサルさんってどちらかといえばねすごい保守的というか、なんか王道いく絵柄とかデザインモチーフに関しては王道いくメーカーだったんで、うん、なんだこりゃみたいな <laughs>、はい、ピストル型の7でございましたこれがよくなかったのかあんまり棋士としてはヒットはしなかったんですけどねそしてもう1つ、絵柄に関して、えー、史上初もう一度白黒じゃないバー。 あのね大昔には、ね、赤いバーとかもあったんですけどね、あのーまあ、若干カラフルな、こんなねちょっと暖色系のバー、はい、これも史上初でした、そして史上初バー揃いでシングルと,ということですね、シングルボーナス、はい、じゃあどんどんいきましょう、はい、コンチネンタル、レンチャンキの代名詞、コンチネンタルでございます、えー、史上初、2種類のビッグ絵柄、えー、777もしくはバーバー7でビッグ、これは当時、衝撃でした。 はい、知らずに打つとバーバーならでファンファーレになって腰、えー、を抜かすと <laughs>、はい、そんな感じでございました、えーまあ、とにかく右リールのみ異なる絵柄の組み合わせでピック史上初、はい、そしてさらに言うと、絵柄薬構成関連では1枚薬、はい、1枚薬もこれ、史上初でしたね、1リール、えー、確定面昆虫を代表する中段タチエリーでございます、これ1枚、で1枚の時だけ払い出し音変わるんです、これも多分史上初じゃないかな、ピロって言うんですよね。はい トゥクトゥクって言うんですけどね普通はトゥク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 って言うんですけど、これがピロリとか言うんですね。はい、1枚の時は。はい、続きまして、コンチネンタル2。複数7の組み合わせがすべてボーナスと。同色のえ赤7、青7揃い、えー、ビッグボーナス。で、真ん中だけ色違いがシングルボーナスか。はい、右レールだけ違うのがレギュラーボーナスと。 はいまあ、結果、ご覧の通り、あり、のー、コンチネンタル、初代コンチと一緒で、あのー、左リール、中段、えー、ターンチェリーの、えー、1画目から、こういう形でテンパイすると、これ、もう全部ビッグ、レギュラー、そしてシングルのトリプルテンパイになると、これも史上初でございました、えー、さらにコンチネンタル3ですね、こちら、2種類の7、A、柄。 えー、赤七と箱七、木、ま、七、あ、とも言いますけどもね、木七は,い黄はまあ、シングルボーナスですね、はい、2種類の七絵柄、これも史上初と、そして、えー、丸いバー、これも史上初、まあ、これ丸いねあの、後々サンダー V に、えーとね、継承されました、ま刺、あ、あの、のバーっていう感じでございますね。で、えー、左ギジリール、疑似チェリー、これね、配列こちらになるんですけども、えー、チェリー、このね、二玉チェリー、これはねあの、3つ並んで15枚役になると。 左レールだけで貼出れたのは、この蜜玉のチェリーですね。こうね、あの複数のチェリーが共存している、これ、史上初ということでございます。で、さらに、えー、コンチネンタル3といえば集中薬でございます。はい、セブンラッシュ、はい、集中薬にラッシュという、えー、名称がついたのも、えー、なんとなんとコンチ3が最初でしたというお話でございます。はい、ようやく4号機に来ました。あのエレクトロコインジャパン、はい、これ、ユニバーサル系ですけど、今回、省いてます。はい えー、メーシーから出ました、えー、トロピカーナこれは史上初の B タイプ、はい、ビッグ中のジャックゲームが2回までと、はい、枚数が少ない分、えー、A タイプよりもぐっと確率アップで、えー、レンチャンスが高いと、まあ、そういうの売りにしてましたけども結局そんなに売れませんでした <laughs> ごめんなさい、はい、続きましてソレックスこれはですね、はいまあ、当時のユニバーサル剣マシーンといえばリールバックライトを使った、えー、フラッシュ告示、はい、なんとソレックス 4種類もございました。はい。ご覧の通り4種類ね。はい。これ他の動画でももうすでにやってますけども。はい。このね、えー、一瞬消えるパッっていうやつね。これは後にバーサスのブラックホール。はい。バンって消えるですね。あれ、大、これ大好きだったなはい。そしてさらに言うと、トップランプの点滅パターンで告知。これね、7点配したときね、この3分割のトップランプ。はい。これのね、点滅パターンが変わるんですよね。これなかなかね、 やっぱりリール見てるんで、なかなか気がつかなかったと。なかなかオツな演出でございました。はい、続きまして、えー、オリエンタル2。これはですね、3種類のフラッシュがあるんですけども、史上初、えー、BR ごとに、えー、固有のフラッシュがあると。はい、左からの往復はビッグ、右からの往復はレギュラーと。えー、左からのこう片道2回は、えー、BR 共通と、そういう感じになっておりました。さあ、続きまして、EVX でございます。 私も大好きだったイ、e、ブ X でございます。これ、史上初カラーリール。えっとね、写真ではあんまり分かりづらいんですけど、これ、実機持ってる方は、ね、もちろんご存知だと思いますけども、淡いピンク色、まあ、桜色っていうんでしょうかね、はい、非常に美しい淡いピンクでございます。これはやっぱりね、モチーフにね、ちなんだ感じでしょうか。えー、そしてさらに、絵柄に関して言えば、イ、ま、ブ、ああのーね、X というと、絵柄が変な台っていう <laughs>、はい、史上初フルーツ絵柄なしと。 まあそれまでもね、さまざまな、ちょっとモチーフ、テーマにちなんだへんてこな映画の台、いろいろありましたけども、チェリーだけはなんか、あの普通の果物のチェリーだったりとかしたんですけど、これはもう徹底しておりますね。ご覧の通り、チェリーに該当するのが青いこのバタフライ、蝶々でございますね。なんとなくこうね、妖艶のイメージが漂っておりますね。まあ、続きまして、まあ、デザイン面で言うと、本格女性描画パネル、史上初ということですね。それまでなかったです。ただね、あんまり、うん。 そんなにお綺麗な方ではないと思うんですけど。まあ、いっか。そんな話は。じゃあ、続きまして、フリッパー3でございます。はい、EVX のね、えー、後継機として出ました。これはもう通いらしいね。その後のキャラクター路線の元となったマシーンでございます。ワンパクイルカ、フリッパー3。えー、史上初、ミス揃いゼロマイ公はい、イルカでございますね。えー、ジャック中にえ鳴らすと、 え揃えると、えー、キュイキュイキュイとなると、これも史上初、ジャック揃い絵柄で羽田勝負変化、史上初、そしてこれ、えー、続きましての史上初が、これね、あのー、プレイヤーの皆さんを当時ね、<laughs> 怒りを買ったというか、えー、史上初、128分の1でガセリーチ目抽選、そんなのありかよってね、はいまあ、これもなんか期待感、スリの演出かなんか、なんでしょうかね、うーん、まあいいか。 ね、たまに出せるのもまあ愛嬌ということでね、さあ、続きまして、キング・オブ・カリブ、はい、これは史上初の BC タイプ、B タイプに集中薬がついたマシンということです、以上ですね、これは、はい、続きまして、クラッキングコンドル、これはもう、今さら言うまでもないんですけども、はい、史上初、仕組まれた技術介入、はい、あらかじめもうメーカーさんがあの技術介入されることを念頭に設計されたマシンであるという。はい こっから時代が変わりましたね。さあ、さらに、えー、もう一つの史上初鳥類キャラのボーラス絵柄はい。これも史上初でございます。さらに史上初子役別の複数払い出し音はい。スイカ並びに15万円、えー、ビッグ中ですねえー。鳥77が揃うと。 全然、感高い音が鳴ると景気いい音が鳴りました。この音バンバン鳴らすことに優越感を感じた四国世代の皆さんいらっしゃることだと思います。あ続きまして史上初の BB 入賞から BB スタートまでの流れだいたいそれまでってね払い出し音があってからファンファーレになると同時にビッグボーナスゲームが始まってたんですけど クランキーコンドルからあのまず揃えたらドゥル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 ルルルルルルルこれ青ならねそして15枚のドゥル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 ってなって次からドデン,ンドゥル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 ってなってはからドゥンドゥル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 ドブルブゥブブブブブブブーブルブゥルって あのー「コンドルは飛んでいく」っていうね、あのー、有名な映画の,あのサンタナの曲があるんですけどそれをちょっと若干音程変えたっていう感じでございますさらにもう一つクランキングコンドルの史上初ビビチュ専用公約はいこれもう鳥ならですねイワズもガナでございますコンドルは以上か続きましてシシエンジェル、えー、96年夏デビューでございます、えー、史上初ファンタジーをテーマとしたスロットマシンでございますまあ天使ですよね文字通りそして、えー、初人間キャラのビッグ絵柄 天使って人間なのかな <laughs> まあいいかまあ人間から派生したあの空想上の生き物生き物ってなんだよはい天使ですね。 相性フラップくんってついておりました。はいキャラに名前もついたのがこれ、史上初かな。えー、システム名、システムというかハード名において、光るストップランプ、これも実はこのいわゆる96年筐体ですね。CC エンジェルから採用された、これが最初らしいですね。で、その CC エンジェルの後継機として97年に出たのがベイビーエンジェルでございます。これ、史上初 A 文字、ビッグ絵柄、青い F でございます。はい F ってね、やっぱパチンコのイメージなんだよね。パチンコの方で F ってやっぱりちょっと格変だったりとか、ちょっと偉い絵柄というか文字なってるんですけども、図柄か。これ多分に、ね、やっぱり元たらすばフィーバーの F ですよね。まあとにかく、あの、偉い文字を F を使った。多分これ F 使ってるのこれ、ベイビーエンジェルだけじゃないかな。で、さらに言うと、絵柄デザイン名で言うと、えー、っと、はい、こちら。目玉のついたチェリー。はい、これチェリーに目玉つけちゃいましたね。その昔ね、 えー、山沙さんはスイカに目をつけて、えー、みんなをわっと言わせましたけどもチェリーに目玉がついたのが、えー、ベイビーエンジェルが最初でございますその後何ないか目玉付きのチェリーなんて続きましてタコスロでございますはいみずほ製作所4年ぶりの新作ということです史上初絵柄付きリールこれわかる、はい、水玉模様でございますこれはあのね キャラクターのタコのはっちゃんが頭に巻いてる豆絞りをイメージさせていただいておりますね、えー、続きまして絵柄面においては横カットのスイカ <laughs> こっちの方がでもじ我々日本人の実生活においてはこの形のスイカの方が馴染みあるよねうんまあまん丸ねこれまん丸かあともうスパッとこう,こういうふうに切ってるよくスイカってさこう こう楕円形でスパッと切れてるの多いいじゃないでもああいう楕円形のスイカって日本じゃあんまりほぼ見ないよねあれ海外のスイカですよねあの長細いやつねうんリール制御、はい、史上初滑りコマ数検索テーブル方式とまあ,あの普通のテーブル方式っていうのはねこの停止位置そして滑らしていいコマ数まあそこなんですけども これは何個も滑らせるかを停止あの押した位置から何コマ滑らせるかのテーブルをこう選んでとだからまあズルズル滑ってね、あのー、独特の、まあ、軟体動物的な、はい、やっぱりタコにちなん,んなんでしょうねなかなかこれは普通のテーブル方式よりもかなり手が込んでますね、はい、続きまして、えー、フローズンナイツ、はい、この史上初史上初 加工食品、ボーナスいいかな。加工食品っていうのか <laughs>。チョコアイスパーでございます。はい。ね、これ、加工食品。まあまあ、加工食品というか、なんだろう。自酢表示だと、氷菓子、氷菓子はい。ラクトアイスってなのかな。まあいいや。はい。続きまして、クランキーコンテスト。揃えた絵柄別の BB サウンド。はい。これ、史上初でございます。初代コンドルではね、あのー、ファンファレだけ異なったんですけど、 クラッキーコンタスト。これはね、もうそれと映画ごとにね、ビビッ違ってましたね。僕が一番好きなのは、やっぱ青七かな。ちょっとどことなく、ちょっと寂しげな感じがして、好きでしたね。続きまして、レッツ。史上初、ひらがなに見えるんだな別にひらがなに見せようとして、ああいう形にしたんじゃないですけどね。まあ、あの、てててですね。手ですよね。はい。どう見ても七というか。はい。 続きまして、サンダー V、もうこれはもう史上初だらけでしょう、史上初三連絵柄、VVV でございます、そして史上初、同一絵柄のトリプルテンパイ、そしてその時に流れる史上初スペシャルテンパイ音、コンチ3のね、BB のファンファレドゥルルルルルルルー、ゥルル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 トゥルル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 ルが流れると。 まあ,あの音聞きたさに、和田は3枚掛けでトリプルテンパイを狙ってましたね、やっぱりオールドファンは,は、コンチ3懐かしいとか言ってね、続きまして絵柄面ではもう一つ、史上初10日絵柄、これ赤なね、透き通って見えるでしょう、これ実はこれ、サンダーブイが最初らしいんですよ。 まだ3台出た当初ってねさっきも言いましたけどもユニバーサル系マシン以外はあのバックライト使ってなかったんでこれはまさにユニバーサル系マシンの独壇場といったところですねはいそしてもうゲーム生命においてはもう言わずもがなです史上初チャンス予告演出でございます史上初複数の、えー、リールフラッシュ演出でございます告知ではありません演出でございますさあそして史上初バックライトショートアクションそして史上初のスタート時の予告音とまあ史上初もうここ そして、えーはい、も,うもう一つあるな。史上初リプレイ外し成功で四国 V フラッシュこれね、別に外しが成功したからじゃなくて、ボーナスインの時にリプレイが揃ろうが外しをしようが V フラッシュするんですよ、必ず。それだけの話です。で、続きまして、えー、バーサス史上初メーカー名バックライトフラッシュ、ユニバーススペシャルと言われてましたね。 NIVVV と、はい、最後に VVV とすると、はいう続きましてスカルヘッズ2これはもうね史上初4種類のビッグエガラビッグエガラ4種類にしたせいでねちょっと薬構成がけったようなことになってね、まあ、それが原因だかちょっとあんまりパッとしなかったですね、はい、残念続きまして エスプ。はい。ユニバーサル系マシン初の CT キーでございます。史上初、傾いた7。これは別にヒロイスさんに当てたわけじゃございません。<laughs> ヒロイスさん <laughs>、ね、よくハマってくるのと傾くんですね。7が水平に見えますとか言ったら、篠原さん、ハマってるんですねとか言ってね。えー、まあいいや。<laughs> すいません、ヒロイスさん。勝手に使っちゃって。はい。続きまして、史上初、全リールに三連公約絵柄を配置と。まあダイナミックというかね。 えー、なかなか衝撃的な感じですこれはやっぱり CT 中の目押しに考慮した感じでございましょう、えー、左に3連ベル中リールに3連プラム右リールに3連チェリーと、はい、これを狙ったり外したりすると、はい、そうやって、えー、CT を、えー、マックス消化すると。 えもう一つあるのは CT 中、不正リールが2本。これも、この時点では CT 機では初だったという感じですか。続きまして、タロットマスター R。史上初超ロング演出。俺、これ覚えてないんだけど、これみんな知ってる知ってるか。1分ぐらい、なんかすっげえ長い演出があるんだ。あったっけ、そんな。あったような気もするけど、まあいいや。コメント欄の方でお願いします、皆さん。具体的に。続きまして はい、史上初、ナビされた子役揃いでボーナス確定。普通はね、ナビされた子役が外れたら、よっしゃーってなるんですけどね、逆ですね。あの、なんちゃらエースであったね。こっちで、あのー、これ、鉢巻キで、ポーションリールっていうのか、あれでね、ナビされた子役が揃えば OK と。まあ、ボーナス成立後の演出でございますね。さあ、ぼちぼち最後かな、 はいえー、花火でございます、もう言わずもがなの超名機でございます、はい、史上初スタート音の遅れ演出でございます、まあ、遅れというのは元々、ね、もともとね、さっきも最初の方で言いましたけども、1号機、1.5号機のね、えー、アメリカナ、えーナ WX、えー、そしてトロピカーナ7、トロピカーナ 7X でファンを魅了した、えー、フラッグ整理したサインなんですけども、でも、あのー、1.5号機の場合はね、あれ、音が遅れんじゃなくてね、あれ、スタート自体が本当に遅れるんですよ。 ただ花火の場合は音だけが遅れるとこれはでも演出として仕込まれたものとしては史上初ということですよねはい花火からですねまあ今でも遅れって演出の一つとしてはい認知されておりますけどもはい花火が演出としては最初です。えますちなみにえさっきも言ったえユニバーサル系1号機の遅れはあれはただのバグというか処理落ちですねはい,いわゆるってことでございますさあ花火の史上初もう一つ えー、関数字のボーナス絵柄これはもうおなじみでございますはい7でございますね7史上初でございますはいそしてさらに、えー、史上初ボーナス成立後の告知抽選そうなんだこれなかったのこのこれまでああの完全告知はあったけどこういうランダム抽選で花火の場合は6分の1で玉やランプが点灯するこれは初だったのへえそっか 98年だからね、そっかなかったのか、そういうことね。はい、そういうことにしておきましょう。はい、というわけで、えー、例によって、えー、駆け足で長々とやらせていただきましたから、今回、シリーズ初物、えー、第4弾、えー、ユニバーサル系マシン、1号機から、えー、4号機、中期、えー、液晶ディスプレイがつくまでの、えー、マシンについての、えー、史上初のあれこれをご紹介いたしました。 えー、ご感想等々え皆さんの今日今回あのー、ね紹介したマシンに関する思いでエピソードありましたらコメント欄の格好みよろしくお願いいたしますそれではまた次回の、えー、シリーズ初物をご期待くださいさようならご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いします他の動画も見てくださいねバイバーイ。